若返りの泉。この泉の水は一口飲めば一日分若返るという霊源新たかな水です。それをなぜ沸かしているのです？普通は手酌でいきますよ。いくら霊源新たかでもご主人の口にする生水は煮沸消毒するのが当たり前です。まあそこまでは良しとしましょう。ですがなぜそれでコーヒーを入れるのですか？コーヒーが好きだから。それよりこのハスキーはずっとこのままなのでしょうか？明日には元に戻るわよ。あなた話を聞いていたの？この泉の水を飲むと24時間だけ幼い姿に戻るという意味よ。なんと紛らわしい。ということは苦いご出陣。教えてハルワン。ねえハルワン、ハルワンの耳はどうして大きいの？それはご主人の声がよく聞こえるようにです。ご主人？それはあなたのことです。私のワンワン、やったー。本当にご主人ですか？ねえハルワン、シバワンワンの尻尾はどうして丸まっているの？それはご主人以外に尻尾を振らないためです。あと自己主張をしない謙虚さからです。じゃあどうしてお尻の穴はあんなに丸見えなの？ほらみんな見てみろと言わんばかりに。やっぱりご主人です。初めての犬の扱い。あなたどこかで見た顔ね。あの女の親戚かなんか？本人です。黒と白のシバワンワン、かわいいね。よしよし行く。うわ、ご主人、いきなり頭を触ろうとするなど自殺行為です。そうなの？初めての犬の扱い。慣れていない犬に触るにはそれなりの順序というものがあります。大事なのは好かれることよりも信用されることなのです。やじゃ、それでどうすればいいの？素直ね。やはり別人ね。まず逃げ道を塞ぐように正面に立ってはいけません。曲がりながら近づき、犬の横に姿勢を低くして座ってください。この時目は見つめず、自分の手は犬に見える位置に。刺激しないよう甲高い声も素早い動きも NG です。落ち着いているようでしたら拳を作り、手の甲の匂いを嗅ぎに来るのを待ちます。あの女の匂いがするのだけれど。触る場所はまず側面や胸から、それから背中から首にかけて、そして顎といった具合です。実は頭は触られるのが嫌いな子が多いので注意です。まあ頭撫でていい？10年早い。それとこの言葉を心の隅に留めておいてください。最善を尽くしてなお噛むのが柴犬です。狩猟犬である柴犬は一皮むけば狼なのです。ハスキーの方がよっぽど狼に似てるけど。ご主人、それは狼風の皮をかぶった男子小学生です。初めての犬の扱い。じゃあハルワンはどうして目を見つめても頭を撫でても嬉しそうなの？それはあなたが僕のご主人だからです。一度信頼を築いたものを犬は絶対に噛みません。どうかこれだけは覚えていてください。うん、わかった。翌日、10年分は成長したぞ。ほら頭を触らせろお前ら。やっぱりあんただったの？それは忘れなさいよ。